ュアの車の話始まりました。始まりました。シュアさん、実はですね、この番組大評判もうね、視聴率がうなぎ登りですよ。本当にこんなになっちゃってますよ。嬉しい。ありがたいですか。本当ですね、そう、よかった。嬉しいですよ。それはね、やっぱあなたがおしゃれだから。これ今日変でしょ。これ実はね、あの1960年代のアメリカのカーテンをですね、こうなんか引っ張りしてですね。どこに売ってたの。いや、なんかこれ確かにカーテン生地。そう、カーテン生地ですよ。本当だ。それをやってたんで。おしゃれ。そうなんですよ。まあそれちょっとしました。すごいよね、この数が。すごいです。これ皆さん、ね、今日ね、はい、どっから来てくれたの。今日はやっぱり東京とか横浜とか、かな、あの埼玉とか、そこら辺の人が、やっぱり関東の人が多いです。ねえ、ちょっと遠かったです。いや、そうですよね。どうやってね、今日実は平日ですよ、はい、平日のね、はい、日に皆さんもね、ちょっとね、後でこのカメラ皆さん撮ってほしいんですよ。はい。そして奈緒さんは、はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。奈緒さんは、はい、あのこちらガールズカーコレクションの代表をしております、うん、奈緒と申しまして、うん、あの全員参加できるのは女性オーナーのみということで、1年に1回男子禁制のイベントを開催しております。え、ニューハーフは。そちらはちょっとあのお車と今の時代ね。そうですね、あの適用していきたいと思います。そうです、はい、あのまずスーパーカーの、はい、基準っていうんですか、うん、基準、はい、これ教えてください。これが難しいんですよ。そうですよね、とっても難しいんですよ。どっからかスーパーカーで。そうなんですよ、ね、まあ一番広く言えば、自分がスーパーカーだと思うのはスーパーカーになっちゃうし、あ、そうですよね。一番狭くすると、イタリアのミッドシップで12気筒エンジンでドアが上に開くやつ、うん、というのが多分一番狭い定義かもしれないです。その中のどこかにあると思います。いや、だけどその会員になりたいっていう人が来た時に、はい、日本車のスーパーカーだと思ってる人が来たらどうするの。まずですね、あの今日も日本車、例えば NSX とか GTR も来ていただきますし、日本スーパーカー協会っていうぐらいですから、はい、日本の車も、まあ、フューチャーしたい、はいはいはい、リスペクトしたい、はい、ただ日本の場合はスーパーカーなのかスポーツカーなのかっていうのは非常に難しいですし、はい、そもそもフェラーリもランボルギーニもこれがスーパーカーだって売ってないんですよ。いや、だけどもスポーツカーって定義として昔から池澤聡が決めてるじゃないですか。決めてます。あれはもう当選確実ですね。はい、だからそれ以外の人が来た時どうするか。そうですね、まあ、広く言えば、まあ、ツードアのかっこいいスポーツカーでちょっと高級なやつっていうのが、まあ、ふわっとした感じですかね。高級なやつ。日本だとトヨタ 2000TT とかになっちゃうと、うん、もう最高です。本当に限られちゃうじゃないですか、うん、はい、そう思います。つまんないですよね。つまんないです。で、あの例えば年数が経つと、はい、昔は普通のスポーツカーだったんですけども、ね、時代の中であ、ちょっと格が上がってったみたいなのあるんですか。マツダのロードスターとか、うん、ですね、初代のロードスターとか、うん、私もロードスターも実は乗ってるんですけども、はい、大好きですし、やはり国とか時代によって評価が変わってくるので、はい、まあ、なるべく広く受け止めて、うん、とにかく車好きな人はみんなで盛り上げたいし、うん、やはり日本って自動車産業で発達した国なので、はいはいはい、やっぱ自動車が好きになって産業発達しないと日本がちょっと弱くなっちゃうので、うん、だから車を通して日本を盛り上げたいっていうのがスーパーカー協会の活動の目的です。奈緒、ね、さん、はい、これガールズガールズバーコレクション、はい、はい、そうです。バーはい、土屋さんが普段言ってるところだ。これカーの方ですね。ガールズバーコレクションではない。はい、バーじゃない。ガールズカーコレクションになります。はい、これはなんか入る基準はあるんですか。いや、特にあの基準とかはなく、で団体でもないんですね、はい、もうガールズカーコレクションっていうのはイベント名でして、うん、あのなので1年に1回エントリーをすれば参加ができる。コミュニティ、はい、コミュニティですね。え、何台ぐらいいるの。あの多い時ではエントリー者が60、70台ぐらいいて、でも会場がちょっと狭いので30台ぐらいまでちょっと限定して集めてる。会場どっちだっけ。ここだったら何百台も入る。そうですね、ただ私たちがやってるのはですね、屋根があるところで、やっぱりあの女性オーナーさんは全てにおいて
身なりですとか巻き髪とかスカートを履きたいので風があったりとか雨が降ったりとかするとちょっと全てのトータル自分と愛車のトータルも崩れてしまうので髪が乱れる、はい、乱れてしまう。なおさんのね今日のファッションだってもうイケてますよね。その僕のそのヒールの高さ、はい、あヒールの高さ12センチですね、はい、よくわかりましたね。12センチなんでしょ、はい、そうなんですね。すごい。僕は実はね女性のヒールの高さを当てる天才なんですよ。すごいね。そういう店に行ってこう踏まれてるでしょ。僕は実はねヒールの中にですねブランデーを入れて、うん、ハイヒールのやってますからね飲みながらねえ、あじゃあやっぱりそのガールズカーのメンバーってのはみんなおしゃれなんだ。おしゃれなんですよ。そうですよね。もう自分ももうオーナー自身もそうですけど、うん、もう車もこだわってるので、うん、やっぱりかっこいい大好きな車からやっぱりちょっとだらっとした感じだと合わないんですね、うん、なのでやっぱり皆さんピシッと、あのお二人ではまずの、うん、いわゆるその教会の中身をもっと深掘りしたいなと思っているところなんですけど、うんうん、ここがうちは魅力なんだよっていうのってありますか。はい、日本スーパーカー協会はですねやっぱスーパーカーの魅力を通して車っていいんだよってかっこいいじゃんっていうのを子どもたちに伝えたい、うん、そのための活動やってます。どういう例えばみんなで一緒に走ったり、はい、なんかそういうパレードみたいなのもあるんですか。大きく2つありまして、はい、オーナーの親睦会という意味では例えば箱根に行ったり、うんまあ、赤ラインにとって千葉に行って、まあ、ホテルでご飯を食べて情報交換しようよっていうこのオーナーズミーティングと、うん、あと一般公開するイベントで例えば東京スーパーカーデートにやらさせていただいてるんですけど、うん、例えばお台場であったり東京モーターショーの中であったり、うん、スーパーカーを展示して子どもたち自由に見ていいよって、うん、やはりどうしても普段今スーパーカーを見る機会がなくて、うん、やっぱディーラーさんとかも子どもたちもっと行けないですし、うん、ですのでなるべく子どもたちが電車バスで行けるようなところで、うん無料の公開イベントをやって車に興味持ってよって、うん、いわゆるスーパーカーってそのオーナーさんの感覚っていうのは、はい、コレクターの感覚なんですか、それともやっぱりこう乗って見てくれっていう、うん、どういう感覚なんですか。いろんな人がもちろんいまして当然スーパーカーはすごいスピードが出るので、うん、サーキットでがっつり攻める人もいますし、うんうん、あるいは高速道路って、まあ、GT カー的な使い方する人もいますし、まあ、古い車やっぱ、うんまあ、走っててもいいですけど見てても楽しいのがスーパーカーですので、うん、そういうことでいろんな楽しみ方があると思います。そうですね。なおさんは何乗ってらっしゃいますか。私はこちらのスープラに乗っておりまして。イケイケだね大好きなんですこの形のスープラが一番なんかね、ちょっとなんか気高いですよね。はい、ガールズカークラブの皆さんっていうのはどんな車に乗ってるんですか。はい、もう車種多様でして、うん、今日も来ております、ガチでラリーを走ってるラリーカーもいますしあと、まあ、私のようにスープラスポーツカーがいますし、うん、あとビップカーもいたりですとか、もう車種多様で広い。それは面白いね。ね、だけどね、はい、いろんな車種紹介してほしいですよね。そうですね、ちょっと見てみたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずはスーパーカー協会さんの方の車から見ていきたいと思うんですけれども、はい、こちらの車ですか。これは、はい、これはですね、うん、ランボルギーニのカウンタックです。うん、カウンタックなんてもクワトロバルボーレという、うんまあ、タイプなんですけど、うんまあ、歴代のスーパーカーの中で一番人気があるのはこのカウンタックかもしれません。あ、そうですね。だからこれはもうサーキットの狼ですよ。これからそのスーパーカーブームが広がったから、はい、そうですね。その前が400ですか。はい、そうですね。初めのは400という、うん、おっしゃるというグレードで、そうですね、もうちょっといろんなものがくっついてないシンプルな形ですけど、それからこれになってた。そうですね、熱対策とかで、あとは空気抵抗、まあ、エアロダイナミクスの点でいろいろなくっついていったっていう感じですね。カウンタックには所沢ナンバーが似合いますねですよね。これなんですよ。そうなの。これがやっぱり世田谷じゃダメなんですよ。そうなんだ。これ世田谷じゃダメです。所沢がいいんです。そうなんだ。所沢がこの、そしてちょっとねこれちょっと見てくださいよ。ほらこれ重捨てですよね。あ、ですね、はい。いやだからバックが大変なの。これ重捨てだから、めっちゃ難しい。バックがそうですよね。カウンタックリバースとかって言いますよね。はい、もうここでこういう感じでバックしないと、で重捨てだからめっちゃ重いわけよ。ハンドルが、要はパワーステがついてないってことですね。ついてない。重捨てっていうのは、ね、でもかっこいい。そのなんかバックの仕方、いやかっこいいよ。
スーパーカーといったらこれですよね。いや、もちろんもちろん。一番厳しいスーパーカーの定義だと、イタリア製のミッドシップに12気筒エンジンがついていて、ドアが上に開くという、これが全ての要素。このドアは、はい、これなんていうんですか、ガルウィングじゃないですよね。ガルウィングって大体上に開くのがガルウィングっていう総称で言われてますけど、これはシザードアっていって、あのハサミのなんかこう合わせみたいなのを真上に開くので。そうなんだよね。ちょっとね、じゃあ吉崎さん乗ってみて。そうだね、吉崎さん乗ってみな。これいいですか。どこにどうなってるの。あ、ボタンある。ボタン押すの、押すの。このポチみたいなの押すんですね。押すの、押すの。乗ってみな。めっちゃ上、こうだ。真上ですね、これね。これでもかって感じで、で、こう、乗ります。そうそうそう、滑り込む。当たった。あ、なんだこれは。当たったらダメだね。どうやって閉めるんですか。届かない。ほらほら。え、どうするの。こう。そう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 。たまに紐がぶる下がってる車もありますね。ある。それこそあの AZ1 とか。あ、なんだこれは。これどうやってこうするんですか。そうそう、ガンと言ってください、ガンと。多分壊れないです。で、やりますね。多分ガンで、はい、うわー。っていうか、なんかこんな寝そべるんですか。すごい足伸びる。あの屋根が低いので、室内空間が狭いので、寝そべんないとぶつかっちゃうんですよね。そうなんだ。でね、これ例えば背の高い人いますよね。あ、いますね。例えば85ぐらいの人だと、もうね、正面向けないで、ちょっと顔が横になる。横に向けて運転するというんですよ。でもこの車やっぱいいね。いや、もうスターですよ、ね、キングオブスーパーカーがこれです。これは最新のフェラーリです、うん。SF90 と、まあ90と、はい、SF90 というので、うん、まずハイブリッドモデルです、はいはい。そしてこれはですね、うん、ナンバーがですね、うん、まあ、1000と書いてある理由が、はい、オーナーさんの趣味で1000馬力であると。エンジンが V8 のターボで780馬力、残りがモーターで220で、合わせて1000ということで、もう最新の環境にも優しいスーパーカーがこれです。いや、もうこういうのってもう出てこれないよね。そうですね、最後の、はい、まあ、レシプロエンジン。そうですね、エンジンがついてるのはもうだんだんなくなってきちゃってるので、だからもうフェラーリのハイブリッドなんですよ、これ。そうですよね。エンジンとモーターで、だからこれは5、6000万しますよ、はい。これオーナーの方顔出しでダメだって言うんですけど、エンジンかけてもらえますか。はい、じゃあ行きます。はい。8ターボ、ものすごくご近所迷惑ですよね。これさ、ね、夜中帰ってきたら絶対怒られますよね。もう何やってたの。これハイブリッドなので、うん、電気自動車モードもあるので、うん、出るときは音もなくそーっと出ることもできます。できるんだ。すごい。だからモードがあるの。あ、それめちゃくちゃいいですね。これちなみに、はい、おいくらぐらいするんですか。オーナーさんに聞いたところですと、うん、まあ、6000とか7000万円とか、まあまあいいお値段しますね。相当いいお値段だよ。はい、相当いいお値段。これって今ね、正直言ってこういうのってなかなか、はい、例えば僕がね、買いに、まあ僕は買えないんですけども、うん、買いに行っても、はい、なかなかすぐに手に入らないんじゃないですか。例えば何年待ちとか、うん。あ、確かにあのフェラーリの新しいモデルは、うん、やっぱみんな欲しがるので、うん、もうなんか、まあ、奪い合いじゃないですけど、うん、なっちゃうので、やはりあの今までお付き合いのあるお客様が多分、まあ、先にご紹介してっていう形になるんじゃないかと思います。いや、すごいですね、うん。やっぱね、うん、スーパーカーには夢がある、うん。そうですね、子供たちが喜ぶ、はい。いや、本当にそうなんです、うん。もうあの古いスーパーカーの代表と新しい最初のスーパーカーの代表2台ご紹介できて、うん、とっても嬉しいです、うん、私は。どっちもいいですね、本当、はい。では続きまして、ガールズカーコレクションさんの車たちを見ていきましょう、はいはい。こちらあのトヨタスープラと言いまして、うん、はい、私これが16年ぐらい乗っております。愛車だ、愛車、愛車です。素晴らしい愛車だ、はい、えらい、まあ、綺麗に乗ってますね。そうですね、その間に今から7年ぐらい前にオールペンをして、うん、エアロもあのこちらのリドックスっていうところの、うん、はい、ものにして。リドックス聞いたことあるな、はい、まさに聞いたことあるぞ、はい、なんか横浜のいかがわしい店。かっこいいお店の、はい、もう。これホイールは何でしょうか。ホイールはワーク
のホイールを使ってまして、あのエモーション、この度新発売された、うんうん、あの、はい、GR10P というものが12月に発売されたのですぐ買いました。キャリパーもローターも変えてるもん。いや、そうですね、キャリパーもね。ありがとうございます。このキャリパーは何なんですか？はい、こちらレクサスのものを流用しました。レクサスの持ってきてるんだ、はい、これブレーキ高いですよ。ちょっと高いね。このブレーキで県が1台買えるよ。あ、そう本当にそうですね、うん、そうなんです。はい、中もおしゃれにしてるんだ。中も変えてるんですね。お、なんかピンクでおしゃれ。買いました。で、あのインパネ類は車のちょっとメタリック入れちゃうと光っちゃって前が見えないので、うん、あの艶消しにして、マットにして、はい、マットにしました。もうじゃあ自分だけ光ってればいいと。そうなんですよね。まあ車と私を見てです。車と私、あのフロアマットとかも自分でデザインをして、あ、そう、あの作ってもらったりとか。またもう中にあれですね、運転する時用のなんか靴が置いてありますね。ちょっと直旅みたいなものが。ちょっと見てください、ほら。あ、やっぱそうですね。私もそれまでちょっと恥ずかしくて。ごめんなさい。ね、そうですよね。そこに酒入れて飲まないでおいて。やめろ、失礼しました。さあ、そして、はい、これ、なおさん、はい、これ何ですか、いっぱい書いてあるの。あ、そうですね、こちらあのこの車に携わってくださっているメーカーさんとか、はい、ショップさんとか、あ、ガールズカーコレクションとか、うんうん、ちょっと貼ってまして、たまにたまにやってるんです次に人の車叩かないよ。いや、ほんと今後したりですよ人の車叩かない。こんなすごいのあんまりないですよね。そうですよ。そう、翼端板は自分でデザインしました。あのボディにくっつければ車検が通るってことで GT リングでも。なるほど。なので、あのボディにくっつけちゃって、え、サーキットは走んない？いや、今はやってないですね。ちょっと10年ぐらい前までは走ったりしてたんですけど、やっぱり今ちょっと10年ぐらい前だと、はい、今ほど高価じゃないの、この車。だから、はい、サーキットバンバン走る。今はもうこの程度の良さだと2000万以上しますよ。あ、そう、スープラ。もう明日売ってくださいよ、ね、もう2000万でも6年もこれ愛車と乗ってらっしゃるんですから。オーナーさんです。はい、こんにちは。こんにちは。オーナーさん、名前は？高橋あやみです。あやみちゃん。はい。シーマいいですね。ありがとうございます。どこがいいんですか？どこが？というのは、実はシーマって、はい、つい最近生産中止が決まったんですよね。そうですね。悲しいニュースの中で、うん、これ一番最初の。そうです。そうですよね。はい、これはもうどのくらい乗ってるんですか？3年目ですね。あ、なんでシーマにしたの？やっぱ古い車が好きで、やっぱこのカクカク感ですよね。それがやっぱ好きですね。このシーマが一番ね。そうですね、はい、一番だよね、はい、でもこの車高だとどこにも行けないでしょう。まあそういう入られるとこ全然限られます ね。エアサス？いや、車高調です。え、これでどっか行くの？そうですね、コンビニとかでも入られるとこは限られますけど、まあ、ここ全然入れてきたんで。あ、そう、なんとか。これどんな感じだよ、運転してどんな感じ結構段差とかはもうまあ斜めに受けたりはしますね。踏切は絶対行かないです。踏み、あ、そうか、はい、踏切ダメなんだ。だってさ、こう亀の子になっちゃうもん。そうですね、上がんないの？上がんないですこの車高は気合入ってますよ、これ。ガソリンスタンドどうする？ガソリンスタンドはもう入れるとこに見つけていきます。もう家の近所で、あ、ここしか入れない、ここしか入れないっていうのも目標でいきます。コンビニは？コンビニもそんな感じですね。もう基本的には寄らないです寄らないね。めっちゃ低いんだよね。低すぎる。ほら、これしかないよ、ほら。本当だ。だから靴入んないもんね、ほら。はい、靴入んない。だから入れる店が限られる。限られすぎだよ、ね、そのコンビニもガソリンスタンドも入れる店がもう。でもだから行けるところが決まってるっていうお嬢様カーですよ、これは。バンパーもほら。とは言ってもこの車はシンプルだよね。そうですね、うん、めっちゃ素敵、かっこいい。ごちゃごちゃしてない、うん、めちゃかっこいいですよ、ね、これ。これ日本のさ、それこそなんか最初のね3ナンバーでね人気があって、うん、シーマ現象って言葉があったもんね。シーマ現象っていうのはそれまでまあクラウンとかセドリックの時代にこれが出てきて、もう本当に飛ぶように売れたんですよね、今の軽自動車みたいに、ね、え、何年前ぐらいの話ですか？20年、30年、30年ちょうど31年前ですね。そうですね。中なんか全部やり替えてるからね、室内。あ、かっこいいわ。室内全部張り替えてるからね。これ3年前ね、はい、室内ですけど、おいくらぐらいで買えるの？100万は多分かかってますね。中だけで？中は、中はそんな多分50、60だと思います、うん、多分エアロとかがやっぱそれなりに。この辺の紫もいいですね、はい、いいですよね、はい、一緒ですよね、はい、そうです。同化した、ほら見てください。シートベルトとパーカーが同化ですよ。
カメレオンみたいですよ。カメレオン。これここがないんですか。え、ピラーがね、センターピラーがない、はい、これ当時やっぱかっこよかったんだよね。これがかっこよかったらしい、うん、え、これじゃあ閉めるとどうなるんですか。 窓だけなんかセンターピラーがないからすごく開放感がある。へえ。今はなんかね、衝突とかいろいろね強化があるんで、うんうん、なかなかこういうのっていうのがやらなくなっちゃったんだけど、そうそうそう、当時やっぱりね、センターピラーこれセンターピラーがないってだけでもね、やっぱりなんか、うん、なんか確かに本当広くていい。当時はもうこれが人気でしたよね。開放的な。いやだけどシンプルにさ、綺麗にしてる。うん、いいね。ね、雰囲気がまた気合入ってる感じ。意外とも気合入ってる。ありがとうございます。入りすぎですよこれ。面白かったですね。日本車はいじることがやっぱ楽しさ。なるほど。あ、やっぱヨーロッパ車とかスーパーカーって、はい、いじんない方がやっぱそのまんまのがかっこいいんだけど、うんうん、日本車っていじるといじるだけかっこよくなる。なるほど。あとあれだよね、皆さん車を愛してくれてる。確かに、うん、丁寧に乗ってるし、ね、そうだよね。私はなんかあのやっぱこうオーナーさんが女性ということもあり、うん、なんでそのお化粧する感覚で、うんうん、なんかこう車もこう、ね、いろいろこう自分の好みにしていく感じが、はい、楽しいなと思いました。本当にそういうかもわかんない、うん、おしゃれを気にしてる。おしゃれとか本当そうそう、ね、いいですよね、はい、多分このガールズカークラブに入るには、うん、ジャージと、うん、あのスリッパじゃダメなんだ。ちょっとこう私の目がキラリンと、ね、どうするかなって、どうしようかなみたいな。わかりました、はいはい、ありがとうございました。ということで今日はですね、2つの車団体で、はい、こう奥深い感じを見せていただきましたが、うん、いかがでしたか、テニさん。本当に車を愛してるなって感じがして、うん、なんかね、車はそれこそね、生活の用品だけじゃなくて、なんかちゃんと自分のなんかの人生の非常になんかパートナーとしているっていうのはなんかすごく嬉しいなと思いますよね。確かに、うん、土屋さんいかがでした。いや楽しい、やっぱ車は楽しい。いろんな車種があるから、うん、もういろんなものを見れる、うん、一車種だけだとふーんって感じで終わるんだけど、いろんな車種があるからね、どっちも楽しいよね、うん、こだわりがすごいから飽きないですよね。本当に、うん、どの車も面白かったですね。スーパーカークラブってさ、マンション1個持ってるやろもんだから、本当ですよね。そうですよね、まあ、そういう値段もありますけどね、うん、持ってるとさ、逆にね、どん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 値段が上がるから、うん、スーパーみたいさんみたいに儲かってる人がいるんだよ。これがまた厄介ですよ。ありがとうございました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 。グッズチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。